はい、はじめましての方も二度目まして以上の方もおつまり、かしまりでございます。はい、ということで、まあ、今回なんですけれども、ちょっとね、友人の YouTuber であるティスさんの方の、まあ、動画の収益が切られてしまったということで、ちょっと本日動画にさせていただいております。はい、というのも、ティスさん、まあ、皆さんご存知の方もいらっしゃるかとは思うんですけれども、ウイレーアプリの、まあ、YouTuber でいらっしゃいます。で、まあ、そのウイレーアプリとかって、そのやっぱゲームとかっていうと、そのゲーム実況だとか、ゲーム攻略だとかっていうところにこう目が向きがちなところですけれども、ティスさんの場合、そのゲームをこう広めることによって、まあ、そのゲームを説明するだとか、そのゲームの監督を説明するだとか、フォーメーションを説明するだとかっていうところで、こうサッカーの面白さっていうのをゲームから広げていきたいっていうような動画を出されていた方でございます。出されていたというか、出されている方でございます。で、まあ、もう1万5000人とか、もう自分のね、この貸し回りのチャンネルなんか足元にも及ばないぐらいのチャンネル登録者がいると。で、まあ、それだけ評価されているという人なんですが、ちょっと今回、その、まあ、収益化が、まあ、切られてしまったということになりました。はい。で、じゃあ何が原因だったかっていうと、まあ、彼の、まあ、話ですよ。まあ、彼の話によると、この二つですね、にどうやら問題があったようでございます。まあ問題があるのかどうなのかっていうところっていうのは結局その YouTube の側が、判断することなので、それに関してはちょっとまあ自分自身特に貸し回りとか、まあティスさんだとかっていうクリエイター側からすると、何が問題あったんだろうねっていうことになってしまうんですけれども、まあちょっと問題があった点について少しお話をさせていただこうかなというふうに思っております。まずこのね、まあ、どっちもなんですけど、サムネイルと動画の作りっていうことで書かせてもらってるんですが、どうやらまあ、どちらも、その、似たようなものを、こう、検出したと。YouTube の AI が。まあ、ほとんど一緒じゃないっていうことで検出したことによって、まあ、その、クリエイターのところとして大丈夫なのっていうようなところに疑問がついたと。で、まあ、それによって、少し、こう、ティスさんの方が指摘を受けて、まあ、収益化がなくなってしまいましたよ、と。まあ、要するに、YouTube ってこう、見ていくと、広告とかがこう、挟まってると思うんですけど、それが、ま、切られてしまったというような形ですね。に、なっております。はい。で、まあ、これもなかなか難しい問題で、彼は彼なりに、その、まあ、これが両方とも酷似しているような動画をポンポンポンって出していったんですけど、もちろんね、動画の作りは一緒、まあ、そんなの貸し回りもそうなんですけど、一緒でも、なんていうかその内容は違うよっていうところがあるんで、まあ、そこのところで判断してほしいよっていうふうなことは彼自身言ってるんですけれども、まあ、ここのところで、要するに同じようなサムネイルを作ることによって、サッカー雑誌のようなブランディングをしてきたよとか、まあ、動画の作りに関しても同じような形をすることによって分かりやすく説明しやすくしているよとかっていうところっていうところにまあ重点を置いて今までやってきた活動だったところに、まあ、ちょっとその、まあ、残念ながら YouTube の方からまあご指摘が入ってしまったというようなところですね。はい。がちょっとまああったということで、まあ、今現在ちょっと収益の方が切られている状況だということでございます。で、まあ、そのままだと、まあ、彼自身その YouTube の収益っていうところである程度生活している部分もあるということで、まあ、おそらく、まあ、1ヶ月ぐらいもしかすると収益が入ってこないんじゃないかということを、まあ、彼自身は言っていたんですね。まあ、伝えられているということで、まあ、貸し回り自身何かできることがないかということを考えまして、まあ、まあ、今彼ね、セカンドチャンネル、まあ、サブチャンってやつですね。うん。こちらを新しく立ち上げました。ティスさんが。はい。で、これっていうのを今ここにピコンってカードで出してますけど、こちらの方で、ティスさんがセカンドチャンネルをやっております。まあ、要するにこれが1000人いけば収益化するわけで、それが、まあ、その、ティスさんが言ってるところのその先になるのか、どっちが先になるのかわかんないですけど、まあ、少しでも救ってあげたいなという気持ちがあるので、まあ、ちょっとこの動画で、まあ、宣伝させていただくという形で、まあ、ティスさんのセカンドチャンネルですね、こちらの方に登録していただいて、ぜひ1000人のところ届かせていただい
で、まあ、もう一回そのリスタートじゃないですけど、もう一度そこのところで自信をつけてあげたいなというような動画でございます。はい。ぜひともね、皆さんそちらの方に協力していただけたら嬉しいなというところでございます。ナーティス。収益化切られてショックだと思うけど、頼ってこいよ。こんな弱小チャンネルかもしんないけど、少しでも拡散してやるよ。ナーティス。助け求めてこいよ。一緒に、これからも頑張ろう。ナーティス、仲間だろ。頑張ろう。負けんな。今まで通り、一緒に、サッカー文化向上のために、サッカーの楽しさ伝えるために、一緒に動画出していこう。ナーティス。一緒に頑張っていこう。